大阪市西淀川区に現れた猿です。道路を目の前にすると高さ制限の柱を伝って移動していきます。その後5メートルほどの高さの塀から街灯へジャンプ、そのまま住宅街に消えていきました。午後2時過ぎにはマンションに現れた猿、4階の手すり部分をゆっくりと進むと移動に疲れたのか眠そうにまぶたを閉じる様子も。え、こっちがゴールなの？どっち系？Let me show you how it's done.